都内には立派なホテルが数多くあるが、ここまで存在感のあるホテルはなかなかない。そのホテルの看板のレストランが天ぷらと和食山の上。創業1954年、東京のホテルで初めて天ぷら店を開店したのがここ山の上。人が他人に与えられる最高のものが誠意と真実だとするなら、ホテルがお客様に提供できるものもそれ以上にはないという理念を継承している。多くの一流料理人を輩出しながら進化を遂げてきた姿勢は、他のホテルや飲食店と一線を画す独自の文化スタイルを築き、本物のおもてなしを生む。朝仕入れた旬の食材を剣舞のごとく軽やかな衣、揚げてなお際立つ素材の滋味、旬の味を真に生かすのは料理人の心入れ一つだそうな。氷が周期を吸い、溶け出す水がそれを運び出す。氷の冷蔵庫で保管する食材、太白ごま油と純正ごま油をオリジナルの配合で使用し、継ぎ足しはしない。お塩は天ぷらによく合う沖縄県産粟国島産の天日塩を使用している。そこまでこだわる山の上のおもてなし、とくと楽しもうじゃないですか。本日は梅酒のソーダ割りから始めよう。お通しは梅ちりめんの山椒煮、水菜のおひたしと炙りからすみ。炙りからすみは少し塩辛く、お酒のお供かすぐにでもご飯が欲しくなる。打って変わっておひたしはまろやかなほんわかしたお味で油揚げ入り。生湯葉のべっこうあんがけ、わさびをのせて、上にかけてあるあんを生湯葉に絡めながらわさびを混ぜる。醤油ベースのべっこうあんの適度な甘さとわさびがピリッとよく合う。そうこうしていると天ぷらの用意がされる。大根おろし、天つゆ、お塩、そして本日の天ぷらの素材を見せていただく。とうもろこし、インゲンの大葉巻き、みょうが、ブラウンマッシュルーム、ホワイトアスパラ、グリーンアスパラ、キス、ハモ、間に山椒を挟んだアイナメ、生ウニの大葉巻き、小アユに生き車エビ。天ぷらの粉やらもろもろ準備が整う。まずは車エビの足の部分が天ぷら粉をまとい油に放り込まれる。続いて車エビが投げ込まれる。これがリズミカルで見ていて気持ちいい。車エビの足、お塩がおすすめだそうな。さっと揚げられ、なんとも香ばしい。エビの味がしっかりとして、ちょっと熱くてサックサクで美味しい。引き続き生き車エビ2本くるので、お塩と天つゆで1本ずついただく。お塩でいただくとエビの甘さが際立つ。とにかくプリプリ感が美味しい。天つゆが大根おろしとの相性もよく、あっさりと上品に仕上がっている。天つゆでいただくエビは衣に天つゆが染みて、軽く撫でられたようになる。インゲンの大葉巻き、見るからにインゲンがみずみずしい。2本あるがお塩がおすすめだそうな。お塩をつけて噛むと、インゲンから水分と甘みがはじけて飛び出してくる。お塩をすすめる意味に納得。お塩が甘さを倍増している気がする。キス、一口目はお塩で、その後は天つゆでもお塩でもお好きなようにいただく。お塩でいただくと、なんだかキスの白身が甘く溶けていくのがわかる。魚の天ぷらは天つゆによく合う。それにしても天つゆにくぐらせるだけで
こんなにもやんわりとした味わいになるのが本当に不思議すぎる。グリーンアスパラ。穂先の甘みをよく味わうために、穂先はお塩がおすすめだとか。なるほど、お塩の影響か甘い。ジューシーでホクホクしていて熱々。アスパラの美味しさをギュッと凝縮したというのが一番的確かもしれない。天つゆのほんのりとした甘さがアスパラの筋一つ一つに絡んでいく。アイナメ。この厚みだからアイナメの持つ身の油感、しっとり感を存分に味わえる。お塩と天つゆで一つずついただく。白身魚は本当に天ぷらが美味しい。お塩でいただくと白身魚の醍醐味をとことん味わえる。しっとり感と油の乗りがいい具合にお塩によって引き出される。アイナメの別の顔を見たかったら天つゆでいただく。全く邪魔をしない天つゆが素材の油感を甘みに変えてくれる。ホワイトアスパラ。口の中で風味がより広がるように香ばしく揚げているそうな。穂先はもちろんお塩で、ホワイトアスパラが持つ独特の食感を楽しめる。天つゆが衣から染み込み、ホワイトアスパラのジューシーさを引っ張る。琵琶湖の小アユ。実は琵琶湖の中で生涯を過ごすアユはこのサイズで立派な大人のアユである。お塩でいただくと小アユの味が引き締まり、淡水の白身魚を楽しめるという。独特の苦味と丸ごといただく食感が野趣にあふれ、力をもらえた気がする。みょうが。立派な見事な大きさなのに、しっとりと柔らかく粗くないのだそうな。ひっくり返すと裏側がまた綺麗で可愛い。まずはお塩でいただく。たっぷり含まれたみょうがの水分が熱すぎて目が覚める。いやはや美味。天つゆでいただくと隠れていたみょうがのうまみが新たに飛び出してくる。ハモ。本日は熊本県天草のハモだそうな。すだちを絞ってお塩でいただく。口に含むとすだちの柑橘系の酸味とお塩のしょっぱさとが絡み合い、ふかふかのハモの肉に到達する前にまず口の中が整う。ごまかしのないハモ本来の味に出会うことができる。これまた初夏の味、おいしい。ブラウンマッシュルーム。噛んだ時にマッシュルームのお出汁が出てくるそうな。お塩がおすすめ。マッシュルームが持つお出汁がたっぷり入っているので、とにかく熱々。熱いキノコスープと一緒にいただいている気分になる。おいしい。生ウニの大葉巻き。本日は宮城県産のものだそうで、北海道産に負けず劣らずのウニだそうな。お塩でいただく。ウニの風味を後ろから大葉の香りが押してくる。塩味といい、噛めば噛むほど生ウニの味が口の中になだれ込んでくる。ここで天つゆと大根おろしを追加していただく。そして有機黒ウーロン茶にする。さっぱりしていて揚げ物によく合う。とうもろこし。まずはお塩でいただくのがおすすめ。とうもろこしのいい香りがする。
驚くほどの甘さと、そしてこれまたすごくジューシーでポロポロこぼれる天つゆがそっとトウモロコシの甘みをオブラートで包んだようになる。締めのかき揚げ天茶バージョン。天茶のお茶はお出汁で煎茶を通したもの。お出汁とお茶の香りと、そして華やかにすだちが香る。締めの食事まで来て食欲を刺激してくる。すだちの香りを楽しみながら、お出汁を足しながらいただく。締めのかき揚げ天丼バージョン。特製の丼つゆでいただく。ちなみにタレは濃い口と薄口から選べる。赤だしの味噌汁、具はしじみ、そしておしんこはきゅうりのぬか漬け、大根のたまり醤油漬け、キャベツとしその実、生姜を塩もみしたもの。かき揚げだけでももちろん美味しいのに、おだしのお茶がここまでやるかというくらいサラサラと喉を通していく。しかも刻んだネギが効いている。時間が経つほどにどんどんすだちが主張してくる。これがまたたまらない。いやはや大人の味に変わっていく。この変化だけでも贅沢な締めとなる。温かいほうじ茶で口の中をすすぐ。水のものは山梨県産のさくらんぼ、紅秀峰。甘みも存分にあるし、柔らかさが絶妙の熟れ具合。とにかく美味しい。デザートは白桃のシャーベット。上からライムの皮をすりおろして。白桃の甘みとライムの香りに全てがすっきりする。ごちそうさまでした。気取っていないけど風格がある。だから少し背筋を伸ばしたくなる。都会と下町の狭間にあるお茶の水神保町。この町のシンボルとしていつまでも凛としていてほしい。日本の建築物ならではのこじんまりとした趣が多くの国内外の文化人に愛されてきた。もちろんその中でも天ぷらと和食山の上は別格である。少し贅沢なお昼をゆっくり過ごすのもいいかもしれない。大切な人と夜お任せのコースを楽しむのもいいかもしれない。いやいや、お好みの天ぷらをつまむのもいいかもしれない。伝統的でありながら堅苦しくないから、自分の都合のいいように楽しむことができる。これこそ東京時間。素敵な時の過ごし方ができる気がする。山の上ホテルの玄関の前のイチョウが色づくのも楽しみですが、その前に季節が変わったらまた伺わせていただきます。